んにちは、チョーパーです。皆さん、自分の個人情報をネットの友達に教えてしまったことはありますか？今のネット社会、少しでも情報が漏れてしまうと、あっという間に拡散されちゃうから怖いですよね。まあ、その注意喚起も含めて、今回の動画を作らせていただきました。ということで、今回の企画は、引退する実況者の個人情報を急に探してみたドッキリ！ターゲットは A2 所属のケーキチャンネル、そして仕掛け人、まあさらされる人はモコズさんです。それではやっていきましょう。レッツゴー。どうも皆さんこんにちは、チョッパーと。どうも皆さんこんにちは、モコズと。どうも皆さんこんにちは、ケーキチャンネルです。ということで今回の企画は、引退する実況者が遊んでみたかった人を呼んでみた。イエーイ。今回ね、なんとモコズさんが YouTube を引退するとのことなので、モコズさんがね、ずっと遊んでみたいって言っとったケーキチャンネルをお呼びしました。いや、僕ね、ちょっと京都に住んでるケーキさんとちょっとマジで行きたかったよね、本当に行きたかった。日本語がちょっと今やりたい人とできて、ちょっとね。おー、あーいいよいいよ。まあでもね、モコズさん、うちこの撮影終わったらもう遊ぶつもりないから、マジで最後の思い出あって思っててほしいです。じゃあ、やっていきましょう。レッツゴー。はい、レッツゴー。Let's go。 まあなんかさ、モコズさんってさ、あの、もともと活動してる時に個人情報とかあんま出さないようにしとったじゃん。まあまあ確か、まあそうやな、うん、ネットで活動するってなるからね、やっぱ情報はもうマジでもう、あんまり、うん、親に漏らしたらマジ殺すからなって言われて。おー、はい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 、やったるけんなって。熱心的な教育やもん。全然大阪生まれじゃないのに。え、でもさ、別にもうよくね、引退したし、もう何言ってもいい。何言ってもいいじゃん別に。いやいや、ケーキさん止めて。この機会に全てをさらけ出そう。ね、全てさらけ出そう。 俺やる人間違えた。我慢してきたことを全部言いたかったやろ。全部、住所、本名、高校名全部言いたかったやろ。おお、公開しようぜ。もうじゃない、もうじゃない。俺一緒にやりたい人間違えたな、多分。ケーキさん間違えちゃったの俺。そっち側やから。そっち側か。まあでも正直引退したしさ、何言っても今もうダメージないじゃん。いや、ダメージはある。ダメージはあるけど、まあまあ前よりかはね、前に比べたらそれはまあまあちょっとはいいよ。まあまあまあ多少はね、まあ、本名のまあまあ最初の文字ぐらい。おっ、うん、お、最初の文字は最初の文字パ、次にク、最後にミ。あ、言うな言うな。ごめんごめん。お、全部言うやん。あー、あのー、めぐいて、あの、たくみ、あ、佐々木たくみくんか、そういえば。はいはいはい。お、全部言うなよ。親にも行くから。何言ってんの？えぐい。え、いや、いや、ピーピーだよ、さすがに。ピーよ、引退したし。何はそんな怒っとるん？たくみー。たくみーじゃないよ。たくみーじゃないよ。やめてよ。え、たくみー。いや、違う違う。これ、え、じゃあ、ピーは入れてね。さすがに。え、ガチの名前？え、ちなみにガチ。俺今、マジの目だよ、ちなみに。ガチの目。もう、ありえんぐらい目、ガン決まってるよ、目が。ちなみになんか、住所以外とか言ったら怒ったりする？住所以外。あ、住所以外ですね、本名以外。住所とか。まあまあダメでしょ。え、でもさ、千葉県ってことは別に公開してんじゃん。あ、まあ千葉県ってのはまあ公開してね、うん、え、千葉市ってことも公開してる？それはしてないな。あ、くってことは公開してる？もうしてないな。なに、千葉市ってことは公開してる？してないな。あ、っていうのは公開してる？細か。全部言うやん。やめて。マジかだよね。それは、いい子じゃないけど。お邪魔してます。いい子来ない、来ない、来ない。え、別にだって、引退したじゃん。いいじゃん。何言っても。いや、ダメじゃん。大丈夫、大丈夫。どうせ。やばいよ。特定してくる人もいないから。いや、でも調べたら出てくんじゃん、俺のボール屋敷が。え、ちなみに、あれ。マジで、え、ピーしてね。なんで言ってんってか。だってさ、モコズさんなんかさ、前、モコズさんってなんか一個バレると吹っ切れるタイプなんよ。例えば本名とかバレると、なんか吹っ切れて全部いっちゃうみたいな。で、前全部知ってくれたんね。ま、え、いや俺、前配信中に名前間違えて言ったことあるけど、一回。あるんだ。結構ガチであるんだけど、さすがに吹っ切れないよ。あ、言っちゃった、俺の名前匠なんだよね。はならない。え、違う、なんかその後にさ、なんか、わー、言っちゃった、俺の名前匠なんだよね。で、住所は丸々でって全部教えてくれたじゃん。いやいや、そんな流れるように住所まで言わないでしょ。自爆が。やばいんでしょ。マジか。俺相当行かれちゃってるやん、頭。やから、そのうち知ってるんよ。全部。メモしといたから。メモしてるんや。やめし、え、メモしない。うわー、うちや。えな、キャリーされるの楽しい。はい。いいよ。見たい。やった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 。ナイスナイス。はい。ナイス。俺のとこ。いる？やべ。大丈夫？
引退生大丈夫け引退生レベル7引退した。え、いいと思ってる。ごめん。えオッケーオッケー、一撃やっときゃ。オッケーナイスナイスナイス。やっぱ引退したから弱いなお前。ちょっと待って、俺戦闘で集中してて聞こえなかったけど、今なんか言ってなかったケイキさんも。え、痛い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 何してんの。まあやっぱバチ当たるもんなんや。これのうわー、何これ。バカバカバカ、危ない危ない。みんな行かれてるマジで。住所言ったり名前言ったり旅になったり。いやいや、それは別に行かれてないっしょ。いやいや、めっちゃ一番行かれてるよあんたが。痛い、死ぬ。あなぁ、ロイス、タクト使ってくれ。おタクトって言うな。すぐにあげましてた。わぁ、ごめん、あと一発。あがめ、ナイス。弱いね、あちげ。あれだ。こんなことある。もっと役立てや、引退したんやから。せめてうちらの役に立てや。やお前もゲーム実況者じゃないね。まあ、マジで匠はやばい。匠はマチケもゲーム実況者じゃねえんだから。バイバーイ。匠弱い弱い。体調悪くなってきた今。どんな気持ちいい匠くん。え、ケーキさんこれ見てどう思ってんの。いやー、まあ引退するしもなんかいいかな。よくないでしょ匠。これ匠じゃない、もしかしてあれ、いじめ加担するタイプ。あ、いじめ加担する。やばい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 、死ぬ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 って。うらやばい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 。あ、滑る滑る滑る。高見、楽しいね楽しいね。これ不具合てやばいよ、怖い怖い怖い。え、てかいやマジで、でもこんなダウンとかどうでもいいから、ほんよちょっとやばいよマジ。え、あとなんか公開してないのあった。ああったない。あれや、あの電話番号や。電話、やばいそれやマジで。待って、今ちょっと待って、繋がってるから。スマホ見ろ、ちょっと待って。え、そう、あの電話番号ね、交換したんだ前。そう、あのもう電話番号うち変えてあるから大丈夫、被害なし。やばい、え、それま、え、ちなみに待って、言ったらやばいよ。本当にやばいよ。はい、いまーす。冗談ですね。あー、言っちゃった言っちゃった。スマホスマホスマホ。スマホスマホじゃなくて。いや、やばいよ、ま、え、ちょ、さすがにちょっと。いいや、引退したんだし。だって、今回の動画あれでしょ、俺とケーキさんが一緒にやれるっていう。あ、そう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 。なんで住所をバラしてる。Aさん、進行深まったじゃん。確かに、家にも遊びに来るようになったし。そうそうそう、電話も交換できるし。いいことしかなかった。いや、にしても勝手に晒すのはやばくない。え、だって引退したし。いや、引退やばいでしょ。でもゲーム実況者じゃないじゃん。いや、引退したから何でも言っていいわけじゃないと思ったな。え、じゃあチョッパーさん引退したら何言われてもいいの。うん、うちはいいよ。ほんと。うん、やから、それまあ別にうちがいいと思うことをやっていいかなって思って。やっぱうちが中心やから。二人とも引退する。あ、うちも、うちも引退する。うん、マジで、いや、マジでなんかちょっとなんかネタっぽくなってるけど、マジでやばいよそれ。なあ、え、何がやばいの。本名、匠、住所、全部でしょ。あ、全部か。電話番号まで全部かじゃない。え、じゃあ、あれも、え、あれも知ってる？ん？俺がいつもうんこするとき、うんこに名前つけてんの。名前つけてんの？うん、毎回。え、一番最近は？なんて名前つけたの？ピーコ。ピーコ？うん、ピーコ。うんこに？うんこにピーコ。そんな可愛い名前つけてる。なんか良くない？うんこにピーコって響き良くない？確かに。いや、信じらんないよ、なんか。めっちゃでかかった、ちなみに。信じらんないよ。え、流しちゃったんすかピーコ。いや、流すでしょ。 あと犬のシェリーの名前にも、シェリーのうんこの名前、うんこにも名前つけてる。マジか。この前は、はい、うん、この前バカ犬のうんこって名付けた。一番ピーヨン入れといた方がいいやつ。え、マジで、え、ちょっと待って、マジでやばいよ。ちなみに、え、いいじゃん、引退したの。引退したんだしの一言じゃん。あ、よかった。あ、よかったじゃなくて、いや、マジでやばいよ。で、ピーヨン入れるならいいけど、うん、いや、入れない入れない。だって引退したし。え、入れないんだったらこれちょっと止めようよ普通に。さすがにピーヨンつけた方が。え、無理。だってうちは別にやられてもいいもん。いや、お前がやられてもよくても、俺がやられて嫌なことだった。いやいやいや、別にうちがいいならいいじゃん。うちが中心なんやから。別に良くない。いや、良くないでしょ。え、ケイキさんどう思うこれ。いや、さすがにピーヨンはつけるよんの。さすがに、いや、ピーヨンつけるならまだいいよ。引退するやん。まあ、ケイキさんには別に。え、そのケイキさん、マジ二人が何言ってんのか分かんない。え、なんでなんで、引退するなら別につけんくてよくない。まあ、それマジで言ってるか。やばいよさすがに。え、あれもピーヨンつけてね。何？え、住所とか名前だけじゃないからね。俺がうんこに名前つけてんのもやばいから、ね、あれ自分くれたよお前。あ、そっか。あ、今回の動画それだけ、うんこに名前つけるだけいいんだよ。あそこ以外全部ピーヨン。そこ以外全部ピーヨン。え、逆にそこつけんくてよくない。他全部なしでいいじゃん。ええ、もう全部なしでよくね。もうめんどくさいし。お前今日本語やばいよお前。今やばいって。でもうるさい、全部なしでいいじゃん。はい、もこずさんの電話番号は090。住所は千葉県千葉市。
本名佐々木匠。え？ということで皆さんありがとうございました。ぜひもこずさんの電話にもこずさんに電話してみてね。バイバーイ。え？これで終わり？バイバーイ、みんな来てね。ということで今回の本当の企画は、引退する実況者の個人情報急にさらしてみたドッキリでした。えおっそー、匠は匠は匠はうっそー、匠嘘なの？匠じゃない、名前 M から始まる。言っちゃったわことやん。何もう全部嘘ね。えちなみに住所はあれだからね、警察署の。あ、そう千葉県の警察署だから。そういうこと、うん、そうみんな来ないでね。来たら捕まるよ、みんなみんなが捕まる。俺知らない、責任取れない。え、うんこに名前つけてんのはあれ嘘？あ、あれ本当や。マジか。そうなの？いや、全然いいと思うよ。個人の自由。え？あ、せやんな。別になんか否定されるそれぞれ個性だし、うん、そうそうそう、それは、まあ、俺もうんこに個性つけてあげたいと思ってやってるから。あ、いや、まあ、へー、うんこに個性、うんこに個性、いいと思う。そういう人やったんや。うんこに個性、これは嘘でやってほしかった。まあでもね、うちもなんかもこずさんのね、その個人情報を知らなかったから、こういう偽でやったってだけで、もし本当にしとったらガチで全部晒すつもりやったけど、まあそこは残念でしたということで、ありがとうございました。皆さんね、今ぜひねクリップしてね、あの TikTok とかたくさん上げてください。あの悪意のあるように上げてください。みんなここだけを切り取ってあげてください。この動画の内容はいりません。やばいぜひよろしくお願いします。概要欄に2人のチャンネル貼ってあるので、もしよかったらぜひ皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。